噴水噴水とは、池や湖などに設けられる水を噴出する装置、または、その噴出される水そのもののことである。広場や庭園、公園の装飾的設備として設けられることが多い。時儀通りならば、水を噴出するものということになるのだが、日本語における、噴水は上方向への噴出という意味合いが強い。その一方で英語における、ファウンテンは、 例えば公園などに置かれている水飲み場の蛇口や地表に自然に現れる湧水といった人工的あるいは天然の泉の意味も含んでおり、噴出方向も必ずしも上方向となっている必要はないとされている。その意味ではブリュッセルの小便小僧やシンガポールのマーライオンも噴水ということになる。吹き上げる仕組みとしては伝統的なものでは落差を利用し水を吹き上げる。 構造となっているが、現在稼働しているものでは、モーターなどの動力と、ポンプで構成されるものが目立つ。形態としては、ただ髪型に水を吹き上げるだけの単純なものもあれば、吹き上げる強さを変えられるもの、ノズルが稼働式になっており様々な噴水形状を作れるものも存在する。また、噴水の階層を複数にしたものや、噴水の周囲をプールとして使用できるように作られた。 ものも存在する。さらに、ライトアップ機能が付加されているものや、音楽に連動して吹き上げる、水の形を変えられる、機能の構成されているものも存在する。なお、室内装飾品として、卓上噴水や室内噴水というものもある。奈良県にある、アスカ時代の石上遺跡では、水位差を利用して、水を噴出させていたと推測される、趣味山像と見られる石造物と、 石人像が発掘されている。石人像は異国人の風貌を持つ男女の老人が杯を持つ姿をした像であり、くだらからのトライ人の技術によって制作されたものと考えられる。日本で最古とされる噴水は、剣毒園の噴水で1861年に前田なリアスが金沢城内に作らせたものである。当然、動力は使われておらず、 高低差を利用した位置エネルギーのみで動いている。その他、長崎公園の噴水も、装飾噴水としては、古いとされる。現在噴水の高さ日本一は、佐賀江ダムにより形成された人造湖、合算湖において稼働している、合算大噴水で、112メートルの高さまで、吹き上げることができ、世界でも第4位の高さを誇っている。この他、 滋賀県大津市の琵琶湖場にて稼働している琵琶小花噴水は複数の放射噴水を横並びに構築することにより横方向の長さで世界最大級の噴水を作り出している高く吹き上げられる噴水で有名なものとしてアメリカ合衆国のファウンテンヒルズスイスジュネーブのジェドが挙げられるまたアメリカシカゴのグラントパーク中心部で稼働している バッキンガム噴水は世界の噴水の中で10本の指に入るほどの水量を誇り、アメリカで最も美しい噴水の一つと称えられると同時に、1927年の完成と合わせて今はなきルート66の起点として公認されたという逸話を有しているほか、ロシア産、西ヨーロッパではバロック期に気化学式庭園の流星と並行して、 噴水が庭園を構成する主要な要素として盛んに設置されていく一方、いくつかの町には市内の飾りとして彫刻を付した噴水が設けられた。噴水に好んで用いられるモチーフには、ギリシア神話のわタツミや人フを模したもののほか、各大陸の川を様々な民族衣装をまとった、偽人像で表す、いわゆる四大陸の泉がある。 1964年初めての東京五輪開催の2年後に、あたる1966年、約10分の短編映画、水のデザインがリリースされた。これは、水処理専業作用手として知られる、栗田工業の企画のもと、東京シネマの制作により作られたもので、映画が制作された昭和40年代初頭において、すでに稼働していた各地の噴水の数々が取り上げられている。 その中には、東京、八重洲通りの車道の間に作られた風速に連動して高さを自動調節する噴水や、神戸市内に作られた水の噴射をしない時にはノズルが水面下に隠れるよう作られた噴水などが含まれており、加えて現在は閉鎖された横浜ドリームランドに存在した音楽連動型噴水も取り上げられている。さらに映画制作当時において、 当映画の企画者クリタが開発していた噴水技術のいくつかも紹介されている。現在、当映画は科学映像館のウェブサイト上において無料公開されている。動力を使わず噴水を実現する方法としてヘロンの噴水というものがある。古代イギリシャのヘロンという学者が考えたものであるが原理が簡単で自作も可能であるために、 現代において理科教育用として使われることがある。理科実験の一つのアンモニアの水への溶解度の高さを利用してフェノールフタレイン溶液を噴出させる実験はアンモニアの噴水と呼ばれている。ありがとうございます。